ちは唐揚げが美味しいんですわ。お前にどんな人に来た飲んでてや。居酒屋どないですか。こっちはこっち安くしますよ。なあ、どこ行くん。ほら、時間になったらまた飲んでくればいい。居酒屋いかがですか。家庭料理中心の店なんで、きっとご満足いただけますよ。3,000円で隣ですよ。ご飯も美味しいんですよ。その人いいやん。行く行していいから。いらっしゃいませ。ありがとうございます。なあお兄さん、楽しいことしたならへん？ちょっとだけでもいいし。一緒に遊ばへん？少し付き合ってよ。ああ？お前。邪魔や。待て。おっしゃ！おっしゃ！どうな？おっしゃ！
いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ねえ、ありがとうございました。さて、盛り上がっていこうか。
役の座は譲らんで。
ねえ、どうです？帰る前に楽しいことしていかへん？用意してもらうか。やるんか。支配人、すみません、よろしいですか？あ？ホールのお客様が支配人とお話ししたいと言ってるんですが。どんな客や？どうも日本人じゃないようです。多分中国人の。背が低くて少しくたびれた感じの。支配人、いかがいたしましょう？すぐ行く。どこのテーブル？ご案内します。こちらへ。支配人、こちらのお客様です。
お呼びでしょうか。ああ、私ね、支配人さん。ジャンバレーの闇医者、あんてやったんか。グラント、いいお店。全部支配人さんのおごりね。おい、ここはもうええ。俺がこのお客様の相手する。それとこちらの患者は俺持ちや。頼むで。かしこまりました。昼はすまんかったな。あんた怪我しとらんか。ああいいよ、もうこっちの方が人数多かったし。あなたほんと強いよ。リーさんも顔負けねえ。おい、酔っ払う前に用件言えや。そのリーはどないした。ああそうそう、私リーさんのお使いで来たよ。リーさん、あまりこういう店で顔を晒したくない。だから私伝言頼まれた。伝言？大丈夫、私まだ寄ってないよ。リーの電話なんや。あなたこれからすぐ店抜けられるか。なあ、なんで。お店出たらあなた自分の家に向かう。支配人さんの家ここから遠い。いや、蒼天堀沿いや。ああ、ご都合ね。李さん、あなたが家に着いたらそこであなたに声かける。李さん、お店から出たあなたのことどこからか見てる。俺のねぐらを突き止めたいっちゅうわけか。私伝言伝えるだけ、よく知らないよ。そうか、わかった。あんたはこのまま好きなだけ飲んでいけ。本当？いいの？はあ、さすが太っ腹ね、支配人さん。私あなた大好きよ。マジマ、やっぱりや。どっかで見た顔や思とって。グランドの支配人マジマ五郎、ゆうべは世話になったな。ゆうべどちらさんでしたっけ。わしらんことはどうでもええんや。マコトちゃん、どこやった？あの女どこ隠したんや！お前ら。女さらいに来た連中。そっちから顔出してくれたんや。おい、余裕かましやって。何笑っとんねん。なんであの子が狙われとんのか、これでやっとわかる思ってな。舐めとんのか。ゆうべは油断したけど、今日はそうもいかんで。もうわしらもなりふり構ってられんのや。極道舐めとったらあかんでくれ。
聞きたいことがあるに、きっちり答えてもらおうか。店の前で何やってんだ、支配人。佐川。なんかトラブルか？らしくねえな。お前さんが店のすぐ近くで暴れるなんてよ。別に何でもあらへんわ。なら店をおったらかしてどこへ行く気だ。牧村誠は見つかったのか？まだや。へえ。けど昨夜お前ねぐらに戻らなかったそうじゃねえか。でてっきり牧村を見つけたかと思ったんだがよ。今探しとる途中や。昨日の今日やで。まだ時間はあるやろ。まあな、見つかっちまえばあとは殺すだけだもんな。でも早いに越したことはねえ。ならもうええでっか。無駄話しとる暇ないんで。無駄話ってことはねえだろ。こいつはほうれん草だ。え？報告、連絡、相談、上司と仕事するときのいろはだろ。ほうれん草。せやったら報告と連絡は以上です。相談はねえのか？あんたに相談するくらいやったら電柱にでもしとく。はあ。
Thank you.